皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、使徒8章の続き29節から31節です。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。アメン。導く人がいなければどうして分かりますか。ピリポはですね、聖霊様に導かれる中で、主の導きの中でエチオピアの宦官に会います。そしてこのように、あなたは読んでいることが分かりますかと尋ねるんですね。彼は言います。エチオピアの宦官は言います。導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうか。これはですね、私たちが知らないといけない真実、真理なんですね。導く人がいないとイエス様のことが分からないっていうことなんですね。あなたは導く人として召されています。エチオピアの宦官はですね、心を開かれ、でこのユダヤ教に改宗しですね、真の神様を求めていたんです、ね、イエス様について、ね、でも分からなかったんですね。真理を求めても心が開いて救いの近くにあるけど、でもまだ誰もイエス様が救い主だって語ってくれてないから分からなかった。それゆえに救いに預かることができなかったんですね。しかしピリポに出会ったことによって、ピリポがイエス様が救い主ですよって、あなたの罪のために十字架にかかり死なれ、ね、罪の誓いを打ち勝って3日後によみがえられた方です、この方を信じるときあなたは救われるんですと、その言葉を聞いた中で彼はですね、目が開かれ、あ、イエス様なんだ、イエス様に救いがあるんだって、そのように知ることができたわけなんですね。私たちはキリストの香りを放つということは大切です。主にあって変えられ良いものである、その中で人との違い、他の世の中の人との違いを見せることができる、本当にそれは素晴らしいことです。でもそのキリストの香りが何であるか相手に伝えてあげないと、ただの良い人で終わっちゃうんですね。なんで私たちがこのような良い香りを、ね、キリストの香りを放つことができるか、それはイエス様によって変えられたからなんですよって伝える必要があるんですね。イエス様なんですよ、答えはイエス様ですよ、でイエス様のゆえに救われて平安があるんです、イエス様ゆえに私は喜びがあるんです、イエス様を語る必要があるんですね。人のために祈ることは大切です。取りなしてください。まず取りなして、霊的な世界で勝ち切ってください。でも私たちはどこかでイエス様があなたの救い主ですと語ってあげる必要があります。なぜか、ね、語る人がいなければ信じることができないから、語る人がいなければ分かることがないから、私たちはですね、人々の目を開かせてあげる、そのような役割があるんです。それはイエス様って語ることによってなんですね。イエス様って語る中で何かですね、語ることに恐れを感じる人がいるかもしれない。でも語ってください。もしかしたら最初は拒否されるかもしれない。でも語ってください。その人が真理に一歩近づくことができるんですね。語った時にもしそれすぐ受け入れなかったとしても、彼の中に、その人の中に、彼女の中にイエス様っていうことが入るんです。私たちが語らなければですね、この福音は、その人に対してのその救いは進んでいくことができないんです。私たちが語る必要があります。イエス様を語るものになりましょう、ね、この導く人になりましょう。そのようなものになること、主が願っておられる方です、ことです。祈ります。神様、どうか私たちを導くものに変えてください。主よ、あなたを伝えるものへと作り変えてください。恐れがあります、不安があります。主よ、私たちを作り変え、イエス様を語ることができるように、イエス様を伝えることができるように助けてください。そのチャンスも与えてください。感謝し期待し愛するイエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。 God bless you.